ヨガだけでは痩せません。サキヨガチャンネル、ダイエット中の運動に関する質問にお答えします。はい、ということで今回はですね、これまでたくさん動画を上げている中で皆さんからいただいたコメントを読んで、多かった質問とかこれはぜひお伝えしたいぞっていう質問について私が回答していきます。テーマはダイエット中に関する運動についてです。で、今日は3つ回答していきますので、皆さん他にも気になったこととかがあればぜひぜひコメント欄に残しておいてください。1つ目ですね、ダイエット中私どんな運動をしたら効果がありましたかという質問がございました。私はですね、子供の頃からジャズダンスを習っていまして、運動自体は定期的にしてたんですけど、やっぱり体のちゃんとした使い方だったり正しい姿勢をっていうのを知る前に、そういったダンスをね日々取り組んでたので、筋肉太りが凄まじかったんですよ。もう前ももはパンパンだし、すねは超張ってるし、腰は反ってるし、で肋骨パカッと開いてるしみたいな、キューピーちゃんみたいな体型してました。はい、そんな私が効果があったなと感じたことはですね、コンディショニングとインナーマッスルのトレーニングを始めて体型が劇的に変わったと感じました。コンディショニングっていうのはですね、体を正しい位置に戻すための軽い運動だったりストレッチのことを言うんですけど、こうがっつりトレーニングだったり走るぞっていうのを続ける前に、まずは体が元にあるべき姿勢っていうのをきちんと取るために凝ってる筋肉をほぐしたり、あとはその正しい姿勢を保つためにインナーマッスルを鍛えるっていう、それはもうプロにお願いをしてジムに通ってるんですけど、そこでそれを見ていただくようになってから、まずくびれがかなりちゃんと見えるようにくびれができました。で、足のラインがすごく私下半身太りコンプレックスだったんですけど、足のラインが変わりました。前ももの張りが取れて、ふくらはぎの外張りっていうのもだいぶなくなってきました。やっぱりね、痩せるぞって燃えてる時って派手なことをやりたがるというか、やった方がいいんじゃないかって思うんですけど、もう地味トレこそが痩せにつながる第一歩だと思いますので、皆さんぜひぜひね、コンディショニングとインナーマッスルの地味なトレーニング検索してみたりとか、私も発信していきたいと思いますので一緒にやってみてください。2つ目、これ本当によく聞かれる質問ナンバーワンなんですけど、ヨガをすれば痩せますか。お答えします。ヨガだけでは痩せません。すいませんこれはですね、言葉しっかりと誤解がないように説明をしたいんですけど、ヨガをするだけではダイエット効果っていうのは非常に薄いなって私は思ってるんですね。で、ヨガっていうのは深い呼吸をしながらインナーマッスルを意識して行う運動なんですけれども、もちろんこの2つを意識することで、さっき1つ目に言ったインナーマッスルのトレーニングにつながるんですね。なのでもちろん体型がね、自分が理想で描くように変わったりとか、体重が減る人っていうのもいるんですけど、ヨガはもともとダイエットを目的とした運動ではないので、それだけをすれば痩せるっていう考え方は非常に危険です。ただ呼吸をしっかりしてゆっくり動くっていうことは基礎代謝を上げることにつながるんですね。なので痩せやすい体というものはヨガで作っていくことができます。ですので伝え方としては、ヨガを続けていく中で正しい呼吸とインナーマッスルの使い方を自分の中で習得して、痩せやすい体を作った上で、プラスアルファ食事をちょっと気をつけたりとか、日常姿勢を気をつけてみたりとかすると、より痩せやすいリズムと習慣を作っていけますよっていう風に私はいつもご説明をしてます。3つ目、ランニングなどの有酸素運動で痩せるのかというのも多い質問ですね。これはどういう体型になっていきたいかによると思います。イメージしてもらうと分かると思うんですけど、マラソン選手とかって皆さん痩せてますよね。すごくほっそりされてて無駄なお肉がない感じだと思うんですけど、
ど、有酸素だけをやってるとやっぱり筋肉っていうのは細くなっていくので、トレーニングと有酸素を組み合わせていくことが一番バランス自体はよくって、ただそこにプラスで有酸素に対する好き嫌いっていうのも出てくると思います。ちなみに私はランニングが本当に苦手で一回もやりません一時期頑張って取り組もうと思った時期もあったんですけど、どうにも辛い上に効果がそこまで感じられなかったので、私はいつもダイエットを意識して体引き締めようって思った時にしているのは、トレーニングと朝のストレッチ、そして筋肉のほぐし、そしてヨガの練習っていうのを意識して取り組んでます。プラスで食事ですかね。有酸素がなくても私は十分体も体重も絞れるなっていうのを実感しているので、絶対やらなきゃいけないっていうことはないと思います。今回の質問回答はこのくらいにしておきます。皆さんね、多分自分が気になってることって他にも気になっている方たくさんいらっしゃると思いますので、まあ、私に答えられる限りのことだったり、私が経験した限りの回答にはなってしまうんですけど、一生懸命考えて答えさせていただきますので、ぜひぜひ気になったことがあったらコメント欄に教えてください、今日の動画ためになったわって思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録、そして通知もオンにして次回も一緒に楽しく運動してください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。